の信頼を一刻も早く取り戻すのだ。わかりました。しかし大臣、その間国民の暴動化をどう抑えられますか。なんだ君は。君はグリーンボーマンだったね。ええ、大臣にお願いに来ました。今日本中は子供から老人まで食べ物がないために悲惨な毎日を送っています。このままでは日本人同士殺し合う羽目にもなりかねません。大臣、こんな時にこそ国が無償で食料を配給するよう計らってください。ただで食料、そんな無茶な。ますますボートをはびこらせてるだけだ。みんなはボートなんかじゃありません。人間です。ただ食べるものがないから非常手段に訴える人がいるだけで、本当は誰もが一日も早く人間本来の心を取り戻せるよう願っているんです。どうかこれ以上醜い争いや一家心中のような悲劇が起こらないよう、一人の国民としてお願いします。失礼します。山奥で修行してダイバーだったの魂宿し、空にかけたる虹の夢、今さら後へは引けないぞ、だから行くのだレインボーマン。レッツワンツースリー。人間誰でもみんな同じ、肌や言葉の違いを除きゃみんな仲間だ、そうなのだ、行くのだレインボーマン。レッツゴーレインシー。たとえ好みがどうなろうと、愛と正義の命じるままに、海も越えよう、どこまでも今さらやめてはダメなのだ、だから行くのだレインボーマン。レッツセブン。珠洲市にある珠洲神社を訪れたのは歌手のさだまさしさんです。さださんは集まった大勢の住民の前で歌を2曲披露しました。寂しかないか、お金はあるか。あ、でも元気出していこうや。今年9月に珠洲市でコンサートを行う予定の泉谷しげるさんらが参加し、それぞれ歌を通じて能登の復旧復興を呼びかけました。さださんらは今日この後能登町と穴水町を訪れ、義援金300万円ずつを寄付したということです。その意味で地方っていうのは敵じゃなくて味方だと、仲間なんですね。黙祷。昨日午後7時半ごろ、輪島市町野小学校の仮設住宅では入居している人などおよそ30人が集まり、地震で亡くなった人へ黙祷が捧げられました。
復興への思いを記した紙の灯籠は、地震が起きた 1.1 の日付と能登という文字を浮かび上がらせ、被災者はふるさとへの思いを新たにしていました。Yeah.